1760年の征服はフレンチ・インディアン戦争後のフランス領北アメリカのイギリスへの譲渡を意味する歴史用語である。モントリオールに入るイギリス軍1759年、エイブラハム・平原の戦いの後、フランス軍は一旦モントリオールに撤退し、翌1760年の4月にサント・フォアの戦いでイギリスに勝利した。しかし、イギリス軍は 城塞の裏側に陣取って包囲戦に出た。5月に援軍であるイギリス海軍の艦隊がケベックに入ってきたため、フランス軍は再びモントリオールに撤退した。イギリス軍は次はそのモントリオールに集結し、フランスはこの年の9月8日に降伏文書に署名した。かつてカナダを何の値打ちもないナミエーカーかの雪と表現したボルテールはこう言った。 何エーカーかの雪が母国にとっては非常に高価な値打ちのものになってしまった。その雪は除去されてしまったのだからボルテールしかしイギリスはヌーベルフランスの住民に対してはかなり寛容だった。彼らは国外追放も虐待もされなかった。財産を持ってフランスに戻るのも可能だった。財産所有権も行使できた。 イギリス系と同等に毛皮交易を行うこともでき、心境の自由もあった。この場合むしろ、イギリスへの同化策よりは、フランス系住民の上に立つ領主と、ローマカトリック司教の特権を認め、ケベックをイギリス側の味方に引き込んだ上で、アメリカの13植民地に睨みを効かせる基地とする、ほが、イギリスにとっては、戦略上有利であった。 第8条修道会内市は、宗教団体のみを除く、ケベック植民地内のすべてのカナダ人市民は、その財産所有権及び占有、それらに係るすべての監修内市観光、またその他一切の市民的権利を保有しかつ共有する。財産権及び市民的諸権利に関する総称については、カナダにおける、司法判決のための純則たる、 カナダの処方に従い訴訟が提起されるべきものとする。しかし、イギリスのこの目論見みは失敗した。アメリカの13植民地にとって、イギリスの軍事力はフランスへの抑止力であった。1774年のケベック法で、イギリスはカトリック教徒に譲歩して、ケベック植民地を拡大し、これがニューイングランドの西部への進展を阻むことになった。 それ以前から、イギリス本国の強圧的な態度に怒りを募らせていた。植民地住民は、フランスの脅威がなくなったこの時こそ、晴れて本国に戦いを挑むことができ、それが、アメリカ独立への引き金となったのである。フレンチ・インディアン戦争後のイギリス領北、アメリカ・キャベックでは、長い間、1760年の征服に関しては、イギリスよりな味方をされていた。神は、 ケベック征服を許した者だ。ケベック人をフランス革命の恐怖から免れさせ、カトリック信仰を保つために。共和制、世俗主義、そして無神論はアメリカ大陸の選ばれし、者からは永遠に遮断され、カトリックの不況を物質的かつ異教的なアメリカに広げるのだ。こういう征服を肯定的に取る見方が支配的であった。 歴史家のミシェル・ブルネは、制服は大きな災害であり、フランス系は極論すれば、イギリスによるビジネスの異民族労働者という点で注目されるべきとしている。フェルナン・ウーリエは、制服による悪影響は軽視されており、制服の影響があまり感じられない、経済発展や文化などの指摘ばかりが重視されているという。しかし多くの歴史家は、 イギリスによる征服がなかったら、ケベックは、フランス革命での無信論、恐怖政治に見舞われただろうと考えている。また、ナポレオンは、戦費不足で、ルイジアナをアメリカに売却している。このことから、ケベックは、イギリスの征服がなかったとしても、アメリカの一部になっていたのではないかとする見方もある。フレンチインリアン戦争に負けたのは、イギリス領の兵が、 フランスのそれより多かったからという見方もある。イギリスは、本国は小さく、フランスに比べると、土地も痩せていた。これが新大陸への移住のきっかけになった。また、16世紀末から17世紀初めにかけて、名誉革命のような社会改革と宗教界の混乱から、本国を後にするイギリス人が増えたというのである。フランスにはこういう理由がなかった。 国土は豊かで人口を養っていくことができた。宗教に関して言えば、新教と絡みで16世紀の後半に問題が起こったものの、しかし、フランス王室は教会に対して忠誠であり、多くの人々はそれをお手本とした。宗教戦争は一過性のものであり、いつまでも秩序が乱れることもなかった。イギリス人ほど植民地への執着はなかった。 ケベック司教、フランソワード・ラバル。ラバル大学の名はこの人物にちなむ、また、同じイギリスの従属植民地のアイルランドとの、こういう比較もある。ケベックの場合は、イギリス人が入植してきた時には、同化が不可能な別の白人社会が、すでに存在しており、イギリス人は、英国型の社会を実現するのが難しくなっていた。アイルランドの場合は、 土着のケルト人がカトリック、地主がカトリックのイギリス人とプロテスタントのイギリス人という構造になっており、かつてカトリックに対して露骨なまでに嫌悪感を示したニューイングリッシュはイギリスとの絆を断ち切れず、彼らが多く支配していたアルスター地方が今も北アイルランドとしてイギリス領となっている。ケベックの場合、イギリス人支配となった時点では、 カトリックとプロテスタントの対立は弱まっており、また、18世紀の時点で独立国家を築けていなかった、ケルト人をイギリス人は低く見たが、何世紀にもわたってヨーロッパの覇権を争ってきた、フランス人をおろそかにはできなかった。また、イギリス人が欲しかったのは商業権であり、ケベックはその後もカトリック教会を頂点とした農村社会を保ち続けた。 1837年にイギリス統治に対する反乱が起こり、解決方法としてロワー,ーカナダとアッパーカナダを結合し、フランス系をイギリスに同化させようとしたが、逆効果だった。1867年の連邦結成により、両者は再びケベックとオンタリオに戻り、しかも自治権付きの州の地位を得たのである。この時以来、1960年代の静かなる。 革命まで独立の機運は高まらなかった。1980年と1995年とに、ケベック独立の是非を問う選挙が行われたが、半分近くは否定的であった。こういったことから、自治権の付与ケベックの影響力の大きさ、アイルランドのような土地制度が社会不安につながるような要因がなかったことなどが、 ケベックが独立にまで至らなかった理由と考えられる。また、フランス系がカナダ全土に広がったこと、アメリカのような国家レベルでの同化がカナダはより寛容であったのも大きい。ケベックシティでのヌーベルフランスの祭りしかし、ケベックは封建的な制度とカトリック教会の下での農業社会が続いたため、政治や経済の面ではイギリス系に遅れを取ることになった。 この歴史的経緯により、新しいナショナリズムが芽生えつつあった。また一方では、社会変革への道を模索することにもつながった。これにより、封建的なデュプレッシ政権の後、1960年に、ケベック自由党が、州政権の座について、ジャンルサージによる、静かなる革命が始まった。経済政策に関しては、社会主義的で、 教育と福祉等、カトリック教会から脱出し、ケベック社会の近代化の原動力となった。一方で、対等した新しいナショナリズムを推し進めたのが、ケベックの分離独立を方針とする、ケベック党であった。6月24日の週の休日のケベック周期、ケベック党の独立への願望は、1980年の住民投票によって否定され、 1985年の終選挙では自由党が勝利して、1995年の2度目の住民投票でも否定された。分離独立は党の豊かに見えるが、やはり住民の半数はケベックの独立には肯定的なのである。こういう事実もある。2009年、エイブラハム平原の戦い250周年のイベントとして、 この戦いの再現の企画が持ち上がった。その時、ケベック分離、独立主義者たちが反対の姿勢を示したのである。これに対しては、連邦主義者も困惑した。ケベック州首相のジャンシャレイは、深入りすべきではないと述べ、議論を続けていく姿勢を見せた。また、やはり、ケベック州政府の、収益大臣ジャンピエール・ブラックバーンも、 これは、史実の再現なのに、分離主義者が政治利用していると批判した。ケベック自由党の議員からも、分離主義者を批判する声が出た。結局、この再現は行われなかった。ありがとうございます。